はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。ユーリン様、ご支援ありがとうございました。ありがたく頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。チャンネル登録よろしくお願いいたします。河野太郎のツイッター死後、今 X って名前ですけど、おっさんはいつまでもツイッターって言っちゃうもんな。活動について、記者、ブロックしまくって国民の声を聞かないのは総理の資質としてふさわしいのか。河野太郎、批判を怖がってブロックしなくなるのは大きな問題。誹謗中傷されたらまずはブロック、おすすめ。ブロックしたことを批判するのはおかしいということを声を大にして申し上げたい。まあ要するに、ブロックは正しいから、俺は正しいからお前らもやれって言ってますね。世論です。史上最悪の総理になる可能性がある。批判を誹謗中傷と受け止めちゃうやつはそもそもネットやるな。反論や意見はいらんのか。筋金入りのクズやな。不都合なことは誹謗中傷になる独裁者。ネットの批判程度をうまくいなせないとさ、政治家としてやっていけない無能。誹謗中傷って意味分かってんのかよ。独裁者の資質にあふれてるよな。某立憲議員、初めて見に行ったらすでにブロックされていた。友達と呼んでいたのにひどい。政治家に向いてないわ。批判されるのが嫌なら山奥に引っ込んでろ。政治家なんて批判されてなんぼなのにな。まあ府知事時代の橋毛、批判は聞きます。私は権力者なので。批判を聞かない権力者を独裁者って言います。つまり独裁者だから批判は聞かないじゃなくて、力を持っているのに批判を聞かないってやつがイコール独裁者なのであると。なるほどな。その通りだな。批判を潰すためにですね、秘密警察を持たない独裁者はここに東西いませんもんね。批判するものを潰すため。で、誰か批判してないかって、監視してるっていう。ちょびひげはゲシュタポー、スターリンはカーゲーベー、チャウシェスクはセクリターテ、東ドイツはシュタージ、などなど。ちょびひげはね、名前言っちゃうとですね、爪の審査が長引くんですよ。あげてですね、広告問題ありませんって、何分か審査が AI によるものがあるんですけれども、このちょびひげの名前言っちゃうと、長引くんですね、その審査が。10分とか2倍とか3倍になっちゃう。中国は人民を弾圧する武装警察がそれに当たるかもしれないですけど、秘密警察って呼べないぐらい堂々と大っぴらに活動してますけどね。中国の武装警察、武警って言うんですけど、これね、予算が人民解放軍と同じぐらいある。むしろちょっと上回ってる。つまり中国共産党はですね、外国よりも人民を恐れている。だって武警に人民軍より、金かけてるんだからさ。誹謗中傷はブラック、おすすめって言うけど、投稿された文章をですね、提案、意見、批判、非難、誹謗中傷で、分別するのは河野なんでしょ。何の基準も知らないけれども、事実でも都合が悪いことは誹謗中傷だからブラックって、恣意的に判断してない。自分の耳が痛いことは全部誹謗中傷って恣意的にやってないか。分別権限、河野太郎にあるんだって言うんだったらさ、某立憲議員、河野太郎にブロックされてた、悲しい。これ笑っちゃいますね。中国本土で子会社3つを展開し大儲けの日本端子のオーナー、河野一族は中国共産党の犬と、これ誹謗中傷で名誉毀損で訴えられてますけれども、事実に基づく批判じゃないんですか。日本端子の子会社が中国本土で事業展開できてるのは事実なわけだし、実際ね、中国共産党に従順じゃないと中国本土で事業なんてできないんだし、不可能なんだし。まあいいや、そこはね、3人の裁判官がですね、私が提出した大量の資料を見て判断しますんでね。誹謗中傷なのか、正当な事実に基づいた批判なのかを、裁判官3人で、判断しますんでね。そのために私は大量の資料を出してますんでね。バカだバカだ、一般人を訴えて
自ら窮地に陥って証言から逃げててバカというよりむしろ吉が言って持ってた河野太郎、総裁選の公約としてですね、裏金は返金してもらうキリッと言ってしまいました。これでだいぶ議員票を失ったんじゃないかな。バッカだなーって思うんですけれども、いい感じにうやむやになって、議員らもあのほっと胸を撫で下ろしてるのに、世論です。この人は信用できない。信用なくした人に言われても、じゃあ返還済みって自分らで言ってるけど、嘘だったんか。河野に絶対投票できない人たちが数十人以上いるな。パヨと外人とマスゴミ希望の星、石破茂5連敗確定なんでだ。返納とは言うけど国が受け取る法的な裏付けはないし誰に返すっていうんだ。政治資金はマイナンバーと紐付け義務化しろ。公約破りを指摘されても所管外で逃げ回るくせにと。返すって誰に、派閥に返すの。麻生派以外の派閥は事務所畳んじゃってもうないんですけどね。国庫に返すのが、それって原資は自民議員たちがせっせとパーティーやって集めた金だよね。派閥から議員個人に渡った時に帳簿から消えて行方不明になったのが脱税だって問題だって言ってんだから、国に返すのはちょっと違ってないですかね。脱税で調べてあの罰金として徴収するんなら分かりますけれども、けれどもあの1000万円行方不明にして売り上げごまかしたら罰金は1000万円じゃないよ、そのごまかした売り上げ取り上げからっていう性質の金の性質がちょっと違いますね。返金、それにそれは返金っては言わない。課金、課せられる、罰金。今年6月に成立した改正政治資金規正法を過去に遡って適用すれば、まあ、事後法で、今日から自転車禁止です、昨日乗ってた人も罰金ですみたいな、そんなことになっちゃうよ。こんなのやられてたら法治国家こう崩壊しますよね。そんなね、あの法治を理解してない横の国じゃねえんだからさ。江藤清史郎衆議理解できない、あまりに唐突で発言をよく検証する必要があると。なんだかよくわかんないみたいですね。返すってどこに誰に、どういう金を、議員からも呆れられてるみたいですね。多分バカ太郎はよく考えもせずにですね、脊髄反射で口走ったんだろうけど、バカだからあの自分でおかしいこと言ってるのね、わかんないんでしょうね。ブロックは正しいって言っちゃうようなバカだからね。一応お前総理目指してんじゃないのかって。よしこれであの裏金で後ろめたい議員票を数十あるいは100超えで失いましたね。これ、自ら追い詰めていくスタイル、今後も続けてほしいものであります。日本共産党東京3区香西克助、自民党にしか投票できない選挙の世論調査なんかやって何の意味があるんだよ、とつぶやきまして、これが思わず大受けしておりました。これは確かに党内選挙ないですもんね、共産党にはね。代表選とか無駄なことはやらない共産党さんは言うことが違いますな。ああ、そもそも党員すら投票できない独裁法末政党もあるな。ちょっと無意味なのが、もっと無意味なのが、5% しか支持者いないのに、残り 95% にも尋ねる立憲の代表選の世論調査。恣意独裁って言われるのが本当に嫌だったみたいで、田村に委員長の座をチェンジしたけど、自分はさらに上の議長就任と、党首選すら永遠に開催されないであろうどっかの党より一兆倍増し、パヨの希望の星ゲルが国民から人気があると印象操作できるって意味があるだろうが、そんなこと言ったら世論調査の結果見て出馬した石破がバカみたいじゃないだ。まあバカなんですけどね、多分この人ずっとテレビ見てんでしょうね。何歳だか知んねえけど、でどこも総裁選の映像流れててイライラしちゃってんのかな。自分らの党には選挙ねえのにね、共産党は代表選挙なんていう無駄なことしませんしね。っていうかあの一般選挙も否定するのが正しい共産主義というものであります。権力闘争の結果猿山のボスになった猿が、全てを独裁するのが正しい共産主義というものであります。総裁選自体そもそもが認めてないんでしょうね。総裁選の投票権は自民党員になって3ヶ月経過したじゃないと持ってない、じゃなかったっけ。そうでないとに誰がいいって聞くのは確かに無意味なんですよね。パヤと外人とマスゴミ希望の星石破茂が
大人気って嘘つくことできますね。調査すれば、自らの無能と愚かさが原因で何事もうまくいかずイライラしがちなパヨどものいわばガス抜きなんじゃないですかね。パヨどもの総裁選が終了するまで石破さん人気だって、喜べるでしょう。これで石破茂は総裁これまで、総裁選4連敗、次5連敗ですね。それでもまだ今回もマスゴミに騙されるんだろうな。パヨも石破も笑っちゃいますね。産経記事、石破茂の支持者の年代ばらしました。次の総理は石破がいいと答えた自民党員でも何でもないのも含む結果、18歳から29歳 3.3%、 30代 9.9%、 60代 32.9%、 70代 32.5%。 老高弱低そのものですね。これはテレビの視聴時間と関係あるでしょう。世論です。パヨレイ社の支持で草、老化で判断力なくなってる層が支持してんだな。立憲共産党みたいな支持層っすね。どっかの我が党の支持者の年齢構成と一緒じゃないですか。こいつらは何を見てきたんやろね。テレビに影響された世代と明暗が出て面白い。高齢者テレビの鵜呑み、テレビ見てる層だけ支持笑った。総裁選以外では全く名前聞かないのにな。石破以外はテレビに全然出ないから、テレビしか見てない層にとって石破が全てすらで全て、すらある。年寄りほど石破の裏切りを知ってると思うんだが、すぐ忘れんのか。マスゴミがなぜ石破を押すのか考えれば、一番総理にしてはいけないことがわかる。いくらテレビが頑張っても自民党内では裏切り者扱いなんで総裁にはなれません。夫婦別姓賛成、同性婚に前向き、どうせ女系天皇にも賛成なんでしょ石破はね。高齢者すべてテレビ鵜呑みっていうわけでは決してないですからね。チャンネル魚のイベントは高齢者の姿多いっすもん。パソコンで動画視聴できる 11% のエリート高齢者もいるしね。でも一日中テレビをバーッと眺めてる高齢者の数も莫大です。莫大です。何千万人いるんだろう。ちょっと思ったんですけど、一日中テレビ見て思考停止してるとどうしてもボケやすくなるんじゃないかと。今後の高齢者、これから高齢者になる方は今の高齢者ほどテレビに使ってないですよね。スマホも見ればネットつべも見ますもんね。今みたいに、高齢者になってもよ、10年後に20年後に高齢者になっても今みたいにテレビに浸からないって思われるんで、認知症減るんじゃないのかな今後はな、って思っております。異論は認めます。今日の単身、980ヘクトパスカルだった台風10号、930ヘクトパスカルの史上最強レベルに、育ってしまいました。最大風速70メーターセカンド、秒速70メーター、これは人間が飛ぶぐらいの風。1秒で70メーターって一体時速何キロなんだ。1秒に10メートルで時速36キロですね。それの7倍、250キロぐらい出てるのかな。看板なんかは事前の補強や撤去が必要かもしれません。予想進路は29日9時鹿児島県西部、30日9時別府付近、31日9時富山県、9月1日盛岡付近と日本列島を総なめする凶悪さであります。皆様くれぐれもご注意ください。 LINE ヤフー企業向けアカウント688個が乗っ取られました。まだやってんのか。もう情報漏洩治んねえね。ニコニコも角川もそうだけど、よくお店で LINE 登録させたけど、こういうのから、できねえんだよっていう声もありますね。もう私はLINE 自体やってないですけど、被害があったと認知した企業が688ってことで、実際はもっと乗っ取られてる可能性ありますね。皆さん使ってます？私はアドレスに当局関係者のとこあるんで、漏洩しちゃまずいと思ってインストールしておりません。その代わり使ってるのがショートメールとツイッターの DM であります。LINE よりヤフーよりイーロン・マスクのツイッターの方が、まあ、信用できますしね。まあアドレス自体は Google に入ってるんですけど、LINE よりはヤフーよりは
Google の方を信用すっかな、私はな。爪で活動してますもんね。というわけで、チャンネル登録よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。